リムスキーイコールサコフ著、平沢聡太さん役、管弦楽法の基本第27回第4章オーケストレーション実践編の7日目でございます。というわけでおはようございます、夢みどりです。今日も今日とてやっていきましょう。管弦楽法の基本27回目、4章も7日目なのでもう1週間になっちゃいますね。で、ちょっと1個だけちょっとお詫びをしなきゃいけないことがあるんですけど、昨日の管弦楽法の基本をちょっと早めに区切ったんですね。で、区切った理由がこの今日やる内容が楽譜を6個使うっていう話で、その6個の準備をしますって言ってその昨日の管弦楽譜を切ったんですが、あまりにもその6個のうち3個半分の3個にしてやろうって思ってはいたんですけど、その3個ですらむちゃくちゃ楽譜が重たくて、特に真ん中の2個目なんですけど、フルスコアで小節数がそこそこあるっていうかなりの作業量で、これ準備してたら放送間に合わないなっていう風にちょっと判断したので、今回、前回ね、この楽譜打ち込んで今回持ってきますって話をしたんですけど、申し訳ないのですが、持ってきてません。でしかも多分準備するって結構時間がかかると思います。あれ多分特に真ん中のね3個目4個目の片方を作るので、なのでそこに関してはちょっと申し訳ないんですが、まあ、今回のね中身では取り上げず、実際に各自音源を聞いてもらうみたいな形になってしまうんですが、ちょっとそこはねちょっと昨日とこう予定とね実際が変わってしまって申し訳ありませんでした。さて、そんな話もしたところで本編に入っていきましょう。この放送はリムスキー・コルサコフ著、平沢聡太さん役、管弦楽法の基本というこの黒の教科書を毎週土日お昼頃から読み合わせる形式のお勉強会の放送となっています。放送は各回 3部構成、約2時間の放送となっております。まず一番最初にやるのが企画の説明、そしてその次に行うのが前回の復習のパートとなっておりまして、この2つのパートに関してはここバーチャルキャストの空間を用いた 3D 配信となっています。この放送がだいたい30分くらい、そして今日は結構短いかもしれません。で、その後ですね、バーチャル空間からはお別れをして、実際にこの教科書を開いて中身を読んでいってノートをガタ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 作っていくという、まあ、この配信の一応メインの内容がその後約90分間あります。ただこの放送はバーチャル空間の放送でも何でもなく、本当にノートや教科書を開いてそれを読んで、そしてノートをガタ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 打っていくというだけの内容となっております。なので普通に見てるだけだとむちゃくちゃしんどいと思います。で、そういう方のためになのですが、この放送はこの最初の30分の、この前回の復習のパートを見るだけでも、十分勉強できるようになってます。というのも、その前回、その前のね、段階でこう90分かけてこう作ったノートを、ここのね、前の30分のところだけでこう見ることができるようになってますので、もしね、こう、長い時間そんな見れないよって方とか、もうコンパクトにね、どこも眺めてたいよって方は、ぜひこの最初のね、30分間だけでも、またもしかしたらアーカイブで見てるよっていう方だったらね、もう最初の説明のパートも吹っ飛ばしてもらっていいので、まあ、大体15分くらいで各回見てもらえればなと思います。ぜひそういう見方も活用してもらえたらと思います。で、その3部の進め方についてですね、実際にこの教科書を読んでノートを取っていきますよっていうことに関してですが、まあ、本当にその場で教科書を開いて、で、パワーポイントの画面を映して、こうガタ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 ノートを打っていくだけです。ですので、まあ、予習はしてるんですけど、一応、ただ本当に教科書を最初から用意するっていうようなことはしていません。それだったら、じゃあ、その、復習パートみたいに、最初から教科書用意して全部説明するような形式にすればいいんじゃないのっていうのはもっともなんですが、それに関してはこの今やってるこのシリーズが終わったら2週目っていう形で今後ね行う予定がございますので、まあそちらをねこう
楽しみにしていただけたらと思います。で、2週目に関しては、まあ、11月ってここには書いてるんですけど、結局年が明けるんじゃないかなっていうようなつもりで今のところ動いています。もしね、この管弦楽法の基本の放送シリーズを最初から見ている方で、この3部の進め方の、ね、構成を見ている方を言ってる方はいたら、もしかしたら気づくかもしれないんですが、一番最初実はここ秋頃と言いつつ9月頃って言ってたんですよね。気づいたら年が明けるところまでの伸びに伸びてしまいました。まあ、それだけ中身が濃かったっていうことで、ここは一つ。さて、でこの教科書にはですね、別途第2巻のフレー集っていうものが存在しています。あ、間違えた。まず教科書本体について説明しないといけないですね。この教科書ですが、概要欄に役者平沢聡太さんのホームページを載せております。で、平沢さんのホームページにてこの黒の本中身がですね、全編無料で公開されています。本当はその PDF とか黒の物理媒体で買わなきゃいけないんですけど、今はですね、平沢さんのホームページで買わなくても中身が全部読めるようになっています。ですので、ぜひ、ね、ご活用くださいと。で、さらになんですが、今さっき言いかけたんですけど、この本には第2巻フレー集というものが存在しています。でフレー集に関しては国際楽譜ライブラリープロジェクト IMSLP にてパブリックドメインとして、まあ、無料でというか、ね、パブリックドメインなので自由に使えるように公開がされています。こちらはですね、平沢さんのホームページから、そのダウンロード先にジャンプすることができますので、ぜひご利用ください。でただ、そのこの、ね、第2巻のフレー集自体は、370ページあるそこそこでかい PDF なので、モバイル端末でこのご利用予定の方は回線だとか、ストレージだとかにね、ちょっと注意してもらえたらなと思います。で、放送ではですね、第2巻は使いません。でさらになんですけど、この平沢さんのホームページにある無料の、ね、ウェブ版に関しては、第2巻でこうシェラザードを見てくださいって書いてあるところが、ね、まさにあるんですけれど、そこに関してはそのウェブ版でその見てほしい、まあ、コルサコフは聞いてほしい部分に関してはクリックするとジャンプして飛ぶことができるようになっているテーマ、非常に勉強しやすくなっているので、ぜひご利用ください。というところで、前回の復習の内容に入ってまいります。ここからが第2部ですね。前回はダイナミクスとオーケストレーションっていう風なタイトルにしたんですけど、まあ、まさにこうダイナミクスとかアクセントをつけるにあたってオーケストレーションでその工夫をしましょうっていうお話をしていました。ページはたった3ページなんですけど、結局1時間くらいノートを取るのに使っていたっていうことで、結構中身の濃い内容だったのかなと思いつつ、まあ、まずは具体的に中身を見ていきましょう。まず最初はスフォルツァントピアノ、毎週はピアノスフォルツァントのお話ですね。これらに関してはもちろん音響記号で指定するのは自然な話でもあるんですけれども、演奏者や指揮者によってダイナミクスの度合いが当然変わってしまいます。なのでオーケストレーション自体に工夫を施すことで、誰がやっても同じようなこうスフォルツァントとか、スフォルツァントとそのクレッシェンドの流れ、デクレッシェンドの流れっていうのを書けるようにしましょうという話です。で、まあ、これもその前回の放送の時に言ってたんですけど、奏者の目線で指揮者の目線で見るか、それとも作曲者の目線で見るかで、この話若干話が変わってくるんですよね。奏者とか指揮者の目線で見ると、このスフォルツァントピアノとかピアノスフォルツァントをいかにかっこよくするか、いかにかっこよく解釈するかっていうのは一つの腕の見せ所ではあるんですが、指揮者の目線じゃなくて、作曲家の目線からすると、そんなその腕の見せ所だとか何度かとかっていうことは当然どうでもよくて、まあ、どうでもいいっていうのはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、基本的にはどうでもよくて、自分が意図した通りに、自分がこうしたいなって思った楽譜の曲の通りに演奏をしてもらいたいわけです。で、それをこう容認する、誰がこう解釈した時からみたいなことを一切抜きにして、誰が演奏しても自分が意図した通りに演奏してもらうためにはどうすればいいかっていうことの一つのアンサーというかソリューションというかっていうのが、このオーケストレーション自体に工夫を施すっていう、そういうお話です。まあ、DTM でやってるに関しにあたっては、必ずね、自分の思った通りに演奏してもらえる
っていうのはあるとは思うんですけど、まあ、こういう工夫の仕方がありますよっていうのをね、ぜひ覚えておいた方がいいでしょう。あとはこの前のセクションでもずっと言われていることではあるんですけど、ダイナミクスはね、やっぱりその音響記号で指定するよりかは、まずはオーケストレーションでこう工夫をしていくのがいいですよっていうことは、まあ、ずっと言われていることではあるので、ぜひね、そこはこうオーケストレーションというか管弦楽法として身につけておいた方がいいんじゃないかなって僕は思います。で、話がちょっと脱線しちゃいましたが、じゃあ実際にこのダイナミクスをこうクレッシェンド、スホルツァントの話をね、どうやって作るのかというお話です。まずは木管楽器が和音をピアノで鳴らし始めた途端に、まあ、その頭の音をね、弦楽器がスホルツァントで和音で鳴らしますよってことで、まあ、それによってこう、チャーンっていう効果を生み出します。まあ、しかもこの時にこうありがたいのは、弦楽器は2和音でもいいし4和音でもいいし、アルコールもピチカートでもいいですよって書いてあるんですけど、要するに何やっててもいいんですね。なので、まあ木管楽器のピアノに対してその頭の音にこう物理的にアクセントを乗せていくっていうための弦楽器はどんな形でもいいので、まあ、自分のお好みな形でね、こう乗せてあげるといいですよっていうお話でした。で、まあ、ここも書いてあるんですけど、オーケストレーションで、ね、ダイナミクスを作る例なんですが、もちろん追加する楽器の数種類っていうのはダイナミクスによって変えるべきです。で、逆になんですけど、もう弦の取れ物に対して木管を瞬間的に打つっていう、そういう使い方もできるそうですが、あまり効果的ではないということなので、使われることは少ないみたいです。本当に効果的でないのかどうかはちょっとやってみないと分かんないですけどね。で、2個目の話。ある音や和音を強調するっていうお話に次は移ります。それにあたってはもちろんやっぱりアクセント記号やスホルツァントを使うこともできるんですが、その代わりにメロディーの一部を、まあ、弦や木管楽器の和音で装飾するっていう方法もあります、まあ、なのでそれこそ、ね、シェラザードみたいな感じでパーラッタタンチャ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 ンみたいな、そういうようなのをやるのがまさにこの技術ですね。この時弦楽器っていうのはディビジョンや重音奏法を使わずに各セクションが1音ずつ鳴らしましょうっていうのが重要なポイントです。なぜこれが重要かというと、これは第1章第2章で言われてたことではあるんですが、重音奏法とかっていうものをもし弦楽器が使ってしまうと弦楽器人数半分になるんですよね。単純計算でもし、2音にまた上がったディビジョンにしてしまった場合ですね。だから重音奏法っていうのも、まあ、弦を2本するわけなので、まあ場合によってはそのパワーはね強くできるのかもしれないんですけど、基本的にはねそんなにパワーは強くならないですよっていうことが、まあ、第1章第2章であった話なんですけど、まあ、あくまでもこのあるメロディーに対して、まあ、特に弦に関してがこうアクセントをつける、まさにアクセントをつけるためにやってることなので、それなのにこう重音やディビジョンでこうパワーを下げてしまうっていうのは本末転倒もいいところですね。なのでちゃんと各セクション1音を鳴らしてパワフルな音を乗せてあげましょうっていうのがこの言葉の意図なんじゃないかなと僕は思います。で、弦や木管でも3つ4つの装飾音をつけることが可能で、まあ、駆け上がるようにつけてメインの音にスラーでつなぐってあるんですけど、まあ、吹奏楽なんかが大好きなチャララン、チャララーンってああいうやつですね。で、まあ、吹奏楽やってる人なんかだとよくあるのはその装飾の部分をオンビートで吹いてしまうと遅いぞっていう風に怒られてしまうみたいなことは、まあ、あるあるなんじゃないかなっていうふうに思うんですが、まあ、時代によってそのオンビートでやるかオフビートでやるかみたいなのは違うみたいな話もあるんですけど、まあ、思い出としてそういうのが、ね、ある人もいるんじゃないかなって思うんですが、まあ、技術としてはそういうものですよっていうふうに覚えておくのがいいんじゃないでしょうか。あと弦楽器の場合は、まあ、この最後の、ね、メインの音が 3,4 和音になっている場合っていうのも別にできなくもないけれど、技術的に難しいから基本的には避けましょうっていうふうに書いてあります。まあ、やめてあげた方がいいんだと思います。僕は弦楽器のこと全然詳しくないので、本当にこれがどん、ま、想像するだけで左手がむちゃくちゃ忙しいのはなんとなくわかりますけどね。どれくらい嫌がられるのかはちょっと僕にはわからないです。あと最後に書いてあるのは、よくはこのね、やる、こういう装飾を3つ4つつけるっていうのはスネアドラムがよくやりますよねっていう風なこと書いてあるんですけど、前マーチとかでね、本当にサララン、サラザ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 ンってこのザザっていう最初の音、サン、タ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 ンではないですもんね、大体ね。っていうようなお話が書いてあるだけです。まあ、要するによく使われるんですね、この話。っていうお話でした。そして最後。
が長いクレッシェンドとディクレッシェンドの話ですが、これもねやっぱり長いクレッシェンドディミネ、まあ、ディクレッシェンドというかディミネンドですね、ここの教科書ではを作るにあたってももちろん、まあ、記号で指定するだけではなくてダイナミック、オーケストレーションで工夫する必要があります。特に本当にねポカポコクレッシェンドとかポカポコディミネンドって楽で書くだけだとどれくらいの速さでこうクレッシェンドしてどれくらいの速さでディミネンドするのかなんて本当に分かんないですからね。なのでそこはダイナミクスでしっかり指定してあげましょう。でこれをするにあたって、まあ、いろんなテクニックとしてまず書いてあるのが金管楽器っていうものが、まあ、弦楽器について音量変化を弦楽器に次いで音量変化をつけやすい楽器群ですよってことがあります。特にクレッシェンドからソルツァントのクライマックスに向かう流れを作るのにベストってあるんですが、まあ、金管楽器本当に音量変化をつけやすい楽器だと思います。一方で、弦楽器とほどそのなんだろう、これは第一章でずっと言ってたことですけど、表現力とかパワーとかいろんなこうカテゴリーの中でこうパラメーターがゲームみたいに振られてるとしたときに、弦楽器っていうのはパワー以外のパラメーターはもう最強マックスですっていうのがこのねコルサコフの本における大前提なんですが、やっぱりパワーに関しては金管楽器に勝つことはできません。でしかも金管楽器はパワーもあるし音量変化もつけやすい、もちろん練習はいりますけどねっていうところがあるので、こう最後のねこうクレッシェンドからソルツァントのクライマックスに向かう流れっていうのはやはり金管楽器がこうパワフルに出していくっていう、そういうことはぜひ覚えておくべきだと思いますし、何より使っていきましょう。逆にディミネンドより最も適した楽器はクライネットということで、もう本当に E キーの音しかならないくらいまで音量を落とせますよっていうことが書いてあるので、実際のところはどうかなって思う部分は正直あったりはしますが、まあこういうことができますよっていうのはぜひ覚えておくべきでしょう。で最後ですね、長いクレッシェンドを最後じゃないか、長いクレッシェンドを作るにあたってはまず弦楽器、次に木管楽器、そして金管楽器の順に楽器を増やしていくといいですよって書いてあります。もちろんディミネンドは逆順です。まあ、これはいろんな理由が考えられますけど、まず金管が一番最後っていうのは揺らがないですね。もう何よりうるさいからですね。でその上で、まあ、弦と木管楽器、これはぶっちゃけ個人的な判断では混ぜたり逆にしてもいいんじゃないかなっていうような気はしますが、本当に長いクレッシェンドの場合、木管楽器を先に入れると木管奏者の肺が死にます。息が持ちません。吹奏楽だといつも問題になりますねっていうような話なので、まあ、ここはこううまいことやってあげるのがいいのかなって思います。本当にちっちゃいところから始まる長いクレッシェンドだったらば、実質無限にロング、まあ、実質ですね、無限にロングトーンが可能な弦楽器を最初に置くっていうのは非常に理にかなってるんじゃないかなと僕は思います。で最後の補足ですけど、補足としてはダイナミクスをこう段階的に変化させるのに役立つというのは打楽器っていうね、本当にどんなにちっちゃな音でもどんなに大きな音でもこう本当に0から127まで音をこう変化させられるっていうのが打楽器の、まあ、一部はもちろん全部ではないですけどのね、ティンパニだとか、刷新だとか、まあ、一番よく使うのはその2つですね。ティンパニだとか刷新だとか、あとすもちろんスネアドラムとか、あとバスドラムなんかもこういうことはできると思うんですけど、まあ、本当にそういうことができるのは打楽器です。なのでもね、ぜひ使っていきましょうって話なんですが、例えばね、こと音を小さくできない打楽器があったとしてもクライマックスでこう参加することもできます。で大事なことっていうのはここに書いてあるんですけど、大きなクレッシェンドを作る場合ですね、これこの場合っていうのはある楽器を使わずに一番最後のスフォルツァントのところまで取っておくっていうのは非常に大事な技術だと書いてありますし、僕もそう思います。でこの大事な最後のアクセントに打楽器を用いることが多いですよっていう風に書いてありますね。これはどういうことかっていうと、僕が一番好きな例としてはこうクレッシェンドでこうジャーッと盛り上げてった後に最後にドラをこうグワーンとねやってあげるのが僕はとても好きです、自分で曲作るときはね、みたいな感じで、あとまあ何でしょう、好きな人だったらあとクラッシュシンバルですよね、こうじゃーんとこう盛り上げてってところにこう最後にじゃーんっていう風にね、クラッシュシンバルを叩くみたいなのがまさにこういうのの一番わかりやすい例なんじゃないかなって思います。前回のその放送の中でも言った例ですけれど、そのメロディー
を作ったりだとか、あとジャズでアドリブをしたりだとかするときの小技かつ当たり前として使われるネタとしては、一番高い音は必ず一番盛り上がるとこまで取っておくっていうような小技みたいなのがあったりします。それに近い内容かなとは思うんですが、本当に一番盛り上がる、一番かっこいい、そういうところまでこう一番ねでかい音を一個取っておくっていうのは、まさに文字通りの意味でアクセントをつけるのに非常に役に立つものですので、ぜひぜひ使っていきましょう。という感じで、実は前回の内容はこれでおしまいになります。もうこれでも実、1時間半放送はしたんですよねっていう感じなんですが、まあこれでおしまいです。まあ、放送の中でも言ったことではあるんですけど、実は前回やってたその3ページの内容ってそんなに目新しい何かがあったかっていうと、そうでもないのかなっていうのが個人的な感想です。そのクレッシェンドをしてくるにあたって、吹奏楽だったので弦楽器は最初にないですけど、まあ、弦楽器とか管楽器は最初にいて、だんだんクレッシェンドしていって、で楽器がどんどん途中から足されていって、最後金管楽器がこうブワーンって入ってソルジャントでジャンみたいなねやつをやるっていうのは、まあ、僕もそうですけど、息が足りないだとか、こう楽器が途中から入っていくにあたって、その前の楽器とのこう混ざり合いだとか音量バランスだとかが悪いっていうふうなことを散々こう言われたりだとか、まあ、自分から言ったりもしますけど、言われたり言ったりっていうことをしたことがある方っていうのは、そこそこの吹奏楽をやってきた方だったら、絶対に一度以上は経験していることだと思いますし、苦い思い出がある方もいるでしょう。あとは装飾音の話もそうですけど、そのメロディーに対してこう途中からねアクセントで装飾を打ってくってのやっても、例えばメロディーのねそのオンビートにあるとは限らないので、なんか例えばオフビートのメロディーのねタタ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 タみたいなこの8部のメロディーのオフビートに合わせて、その打ち込みをこうジャンジャンジャンみたいにやってくる時に、お前遅いぞって言われたりだとかね、とか、またさっきも言ったんですけど、そのスラー付きのねこの豆符で書かれる豆符とか、あと、スラッシュが入った楽音符で書かれるような楽譜をこう演奏するにあたって、まあ、吹奏楽をやって、そのメインの音がオンビートで、あくまで装飾音符はその前に入らなきゃいけないんですよって話があった時に、まあ、装飾音の長さとかスピードとかが合ってないっていうので、ちょっとちゃんとパートで合わせなさいっていう話になったりだとかっていうのは、割と誰もが経験をしてきてるんじゃないかなというふうに僕は思いますが、いかがでしょうか、ね、あのコンクールとか出なかったとしても、ちょっと難しい、ニューサウンズの楽譜だとかっていうのをとか、あと、まあ、すごいウィンズスコアの楽譜だとかっていうのをこうやったら、必ず嫌でも触れることになるんじゃないかなと思ってますっていうような技術なので、じゃあだからそれなのから別にね、カンカンだから別に、あそうだよねって言って流していいのかっていうと、別にそうではなくて、むしろ真逆で、そういう技術、たった3ページにまとめられてしまったこの技術が当たり前だからこそ、もし自分が曲を作るにあたってあれが使えなかった場合、え、君そんな管弦楽法を勉強したのに、そのそれ使えないのマジって言われても文句が言えないんですよね。なので今回の技術は本当に即戦力とも言えますし、当たり前に使われている技術とも言えますし、簡単といえば簡単かもしれませんが、逆に今までの技術の中でも本当に当たり前のようにこう使いこなせるようになっていないと、バカにされてもこう言い返す言葉がない、そんな結構ね奥の深い技術なんじゃないかなっていうような気がします、っていうのが、まあ、僕のね意見というか前回の感想でございました。はい、というわけでですね、今回は実はもうこれでこのバーチャル空間のパートが終わりになります。こんなに短かったのは一体初期の頃の放送以来なような気がしますね、個人的には。と、続きの内容はこの後1分か2分くらい場面転換の休憩をもらって、実際に教科書を開いていこうと思います。で、今日の教科書を開く内容に関してもなんですが、結局自分が打ち込みがねちょっと挫折したのもあって、しかも内容も実はそんなに長くないのもあって、
ちょっと今日の放送自体もそんなに長くない可能性がありますが、そこはご了承ください。ちょっとねその話は何だろう、放送の最後の方でちょっとしようと思いますが、でバーチャルパートだけでいいよ、復習パートだけでいいよって方はここでお別れとなります。で次回は来週の土曜日だったと思います。何も予定って何も入ってなかったと思うんですけど、来週の土曜日やっぱり13時からで、続きのねこの本を実際に読んでいく内容にお付き合いくださる方は、さっきちょっと言ったんですけど1分か2分くらい休憩の時間をもらって場面転換をさせていただこうと思いますので、その間にね、トイレ行ったりとか水飲んだりとかしてください。僕もしてきます。では、今日のこのねバーチャル空間のパートは一旦お開きです。続かれる方は、1、2分お待ちください。次回でいいよって方はまた次回お会いしましょう。バイバーイ。でこの部分なんですよね。はい、ではお待たせいたしました。今日の内容を入っていきましょう。今日はなぜちょっと短めかなっていう話をしたかってと、これをちょっとだけね先に言っておくと、とですね、実はですね、管弦楽法の基本第4章もう終わりが見えてきております。で今日やる内容は和音の音域拡大と収束と各声部の取り扱いっていう和音の話を2つやるんですが、もうこれで止めちゃいます今日は。でさらに残るのが装飾が2つあって、なんとこの装飾2つをやると第4章終わっちゃうんですね。はい、あ装飾3つか、装飾の話が3つ
まあ、音色の節約なのでちょっと正確には装飾ではない。なのでもうね終わりが見えてまいりましたっていうところで、今日はまあその和音の話、またこの和音の話結構3ページにわたってて結構言葉が多いので、またなんだかんだで結構時間かかるのかなと、ちょっと結構言い過ぎですね、結構時間かかるのかなと思いつつ、まあ、本当に今日はねここで絶対に打ち切ろうと思いますっていう感じなので、ちょっと短いかなっていうのはそれが理由です。で次回もまあそんなわけに、まあ、短いか長いかわからないですが、結構短めかなという感じはします。では早速中身入っていきましょう。和声の音域拡大と収束の話です。和声の音域が広がっていくのはほとんどの場合、単に上酸性が上昇しつつ、バス声部が徐々に下がっていくという動きになるものです。はじめはバス声部と上酸性の距離を小さくしておいて徐々に広げていきます。逆に距離が縮まっていく場合には、バスと上酸性が離れたところから徐々に近づいていきます。さて、このような音域の拡大や収縮に伴って、音量をピアノからフルテシモやフルテシモからピアノなどというのに変化させる、得ない場合もあるでしょう。というのは、音域が拡大するにつれて、空いた隙間に新たな声部を加えていく、つまり上酸性の一部を20、30に重複する必要があるためです。逆に音域を狭めていく場合には、このような重複している声部を削っていくことになります。ただし和声的に許される場合には、音域が狭まっていくに伴って音を変える必要のない中音域の声部はそのまま放置します。これにより和声進行に一貫性を持たせることができます。待って、以下の作例のうち初めの3つはペアで示しましたということで、ここのペアの話、ちょっと先に余談なんですけど、本当はね、ここのペアの話を打ち込んでね、今日は持ってきますって話だったんですが、ちょっとあまりにも楽譜が長すぎて準備が間に合わないってことで、持ってくるのを断念してしまったので、ちょっとここは申し訳ないんですが、各自でね、こう楽譜を見ていただいたりしていただけたらと思います。ザーズブライド、ムラダ、そして貞子ですね、佐藤ですね、いつも貞子って言ってしまう。はい、でまず最初のペア、ザーズブライドは、音域が広がる場合の例で、ピアノの特に歌声が追加されていくものと、単純に純粋にね、オーケストラがクレッシェンドしているもののセットです。次のペア、ムラダーですね、は、どちらも同じように音域が拡大していく例ですが、片方はクレッシェンドで片方はディミニしています。このディミニングは、木管が演奏をやめなら弦楽器がどんどんディミニしていくことで成り立ちます。このクレッシェンドディミニ、ディミネンドはそれぞれ劇中におけるムラダの亡霊の登場と退場に合わせて書かれており、不気味な音符を醸し出しておきます。で、3つ目のペアは、サタコですね、のペアに関しては、音域が収束していく例になります。260は美しいピアニシモが書いておくと、その情報をゴルフォワの物語を描写します。261では、歌なしの純粋なオーケストラによる力強いクレッシェンドによって海の王の登場を選びます。サトコの例はどちらも現ナノの同一版を保持していますが、このような進行覚醒は十分に注意しなければなりません。コメントで、ある音色が変化せずに続く限り、また中性部同士が接近している限り、内声に新たな音が加わったりいなくなったりすることによる違和感が出にくくなりますが、そのためには和声において取り扱いの難しい和音を重複しすぎないことが大事です。ではまずは和声の音域拡大と収束の話。はい、ほとんどの場合は上酸性が上昇しつつ、バス声部が確保する。
まあ、これはなんていうかオーケストレーションというよりかは単純な、和製課題のお話ですね。反抗進行のお話だと思います。で、まあ、言うまでもないですけど、はじめはウイ酸性とバス成分の距離を小さくしておいて、これに当たって大事なのはこれに当たってですね、これに当たってあ逆の場合を書かなきゃいけないですね。でこれに当たってロム、ピアノホールデシモナチホールってピアノにしもというふうに変化させる。出せるを得ない場合もある。右が多いですね、今回はね。それはなぜかというと、音域の拡大に伴って隙間に新たな成分を加える。正確には重複するかですね。ちょっと右に伸ばしましょう。で、まあ、言うまでもないですが、修復の場合には当然削っていきます。性的にうるさぶふべべべ、ずっとこれ右でつながってきますね。なんか if 文のプロ、 if 文とかのなんかプログラムが入ってる感じになってきましたね。和声的に許される場合には中音域のセーブは落ちる。で、ポイント、まあ、ここからの3つの例がねあるんですけど、ちょっとここの例を本当に示せなかったのがあまりにも申し訳なさすぎて結構心残りなんですよ。やっぱりなんかこう工夫をして曲を聴けるようにしたいなって本当に思いましたね今日。ただここで今回の放送でね、ちょっとその YouTube に喧嘩を打ってパブリックドメインの音源ですよって言ってパブリックドメインの音源を本当に流してしまうっていうので、まさかもうチャンネルないし動画がバンされてしまうとちょっと目も当てられなくなってしまうので、そこは今後の工夫を考えたいと思います。本当に申し訳ないですね。で、ポイントは2点ですね。弦7の同一音の保持は注意ですね。弦7の同一音の保持って確か完全音程が確かできやすいんですよね、そこから先の移動の時に確かっていうので注意が必要っていう、まあこれはやっぱりどちらかというと
まあ、成果台の話になるのかなという気がします。でもう一つはある音色が変化せずに続く限り、中性部同士が接近している限り、内声に新たな音が加わっていなくなっていることによる、違和感が出にくくなると。なんて書きましょうかね。ある音色が変化せずに続く場合、続く限りですね。中性部同士が接近している、これはちょっと文字ちっちゃくしましょうか。内声に新たな少なくなりますが、そのためには しすぎないことが大事ですということで、まあ、例えばこの弦7の音なんかまさにそうですね。あの空気和音を作りやすいやつなんかは重複しすぎない方がいいですよっていう話でした。はい。で、ちょっとまた上行ったり下行ったりしちゃって申し訳ないんですけど、まあ見返していきましょう。ほとんどの場合は上酸性が上昇してバスセーブを加工するっていうのが、まあ音域の拡大のお話です。まあ、これはまあ、繰り返しになっちゃうんですけど、正直オーケストレーションというよりかはただの和声の話な気がします、ね、下の部分もそうですね。上三声を生むかで大事なのは多分これによってそのピアノとか楽譜上の和声課題と異なる部分ですね。現実的な問題としてオーケストラでそのオーケストレーションをしていくと音量を、ね、それに合わせて変化させない場合が変化させないといけない場合がありますよって、これは大事なポイントだと思います。理由は単純で音域の確認ともあって、隙間にね声部を埋めていくからってあるんですけど、この話がなんでそもそも音域の確認ともあって隙間埋めなきゃいけないのっていうのは第3部に言われてた話なので、もう今ここでは改めて言うつもりはないですけど、気になる場合はね第3部読み返しましょう。でポイントとしては和声的に許される場合には中音域の声部は補助しましょうって話なんですが、まあ、弦7の、ね、同一音の補助とかには注意がいりますし、あとはあんまり難しいね、その中声部をこう補助するとは言っても、あんまり難しい、それこそ弦7の、ね、音も含めてですけど、あとサス4なんかも結構難しいですよね。あっという間に、てかもう一瞬で、何でしたっけ、空気和音だ、が生まれてしまうので、てかもうサス4自体空気和音な気はするんですけど、ね、その辺は結構難しい部分はありますので、こう取り扱いの難しい和音を重複しすぎないように注意するのはでも大事ですというところでしたね。やばい、今日の放送もう終わっちゃうかもしれないですね。早すぎますね。さて、各声部の取り扱いのお話です。和声骨格のお話。まず、メロディーが和声音、非和声音や装飾音を含んでおり、その外音がある程度の長さを持っているとき、このメロディーのその基本形、非和声音や装飾音を含まない形で重複するのはよくありません。ということで、下に楽譜が書いてありますが、
まあ、ミファミレドシドレミファミレっていうのに対して、それを和製骨格の部分がですね、単純化したミレドレミっていうふうな、伸ばしをしてるんですけど、まあ、和製骨格の E の音に対してメロディーの F の音だとかっていうのは、ね、まあ、半音ないし全音で、うん、ガタガタぶつかりまくってると、まあ、特に半音でぶつかりまくってるというような状態ですね。まあ、ジャズとか現代音楽、現代の私たちの中でいうところにラボイドとかって言われるものとかをね、こうガシャガシャぶつけてっていうような、そんな形になるんじゃないでしょうか。で、まあそれはね、やめましょうという話です。ただしこの例においても、上に記した声部メロディー声部を1オクターブ下げとすれば、音のぶつかりが回避され、不協和音であるとは感じにくくなりますよと。オクターブを下げたとても速度の遅いパッセージは不協和音であると感じやすく、はい、パッセージであればあるほど音のぶつかりは気にならなくなりますということで、この楽譜はどっちも同じね、第4オクターブに書いてあるメロディーだってことは一つ前提として見なきゃいけないですね。ただ、例えばメロディーをこう第3オクターブに下げる、それだけで随分とね、こう気にならなくなる、そういう話。ただ、遅いパッセージだと、そうとも書きませんよと。一般則として不協和な2和音が音域的に離れれば離れるほど不協和音の鋭さは忘れます。また音域が近い場合、ある音色では他の楽器の場よりとはるかに尖った音に聞こえるということがあります。例えば2台のトランペットによる単2では弦楽器の場合より耳障りですと。とはいえ、どれくらいの長さまでが許されるのかという厳密な規則を定めることはできません。確かなことは和声音、つまり今回なら第3音の E は接近する非和声音よりも目立って聞こえるということ。また声部がさらに増えた場合、つまり例えばメロディーを3度、6度で重複しているような場合、元の和声進行に対して高音の異なる和音をさらに足していることになるので、不協和音の問題はより複雑になります。ここで一回切りましょうか。この後に結構面白い書き方をしているんですけど。まず、メロディーと、和声がイオンってなんだよ。イオンで和声も言ってるんですかね。まあいいか。メロディーと和声がイオンとで、メロディーが和声がイオン。世界音の装飾音ですね、含んでいるとき、含んでいてですね、それがある程度長さを持っているとき、そのメロディーの基本形で重複するのは良くないと。基本形ってのは何かって話ですね。声帯を含まない形で重複するのは良くない。を下げる、まあ、オクタ
ダム作業などの工夫で回避すること自体はできる。回避するっつっても不協和でかん。兼ねにくくなるわけです。で、あとあれですね。こんな言葉で書こうかなと思います。まあ、それほど不協和の感じは気になりやすく、早くなるほどその感覚は薄れますよと。音色によっても音色によっても感じ方が変わることはありますよ。でさらに逆こっちいいのが、はい、これですね。厳密な規則は無理ですよ、定められませんよ。確かのことは和声音は分かるのか、でさらに話がややこしくなるのは、声部が重複されると書いてはあるんですけど、不協和音のね問題はどん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 複雑になってきますよと。話がスパゲッティのようにこんがらがってきますよというお話でした。まず大事なの、この話で大事なのはこれですね。まあ、そのメロディの基本形で、そのメロディを重複するのは良くないですよ。話を突っ飛ばしすぎましたね。メロディが和声外を含んでいて、それがある程度の長さを持っているときに、そのメロディの基本形で、まあ、メロディを、ね、重複するのは良くないですよ。ただ、オクターブを下げるとか、そんなことをこう、感じにくくすると。そういうような対策自体はあります。要するにほど不協和の感じが気になりやすくなって早いほど薄れる、よくある話じゃないですかね。でもちろん音色によっても感じ方は変わることがありますよってことで、もうトランペットの単二度、これは個人的には勝手に有名だと思ってるんですが、トランペットクラクションだとかサイレンの音ですね、あれを再現するのにトランペットのむちゃくちゃぶつかりまくった不協和音を鳴らすっていうのはよくある話なんじゃないでしょうか。っていうかトランペット、クラクション自体がなんかそういうものなような気がするんですけど、どうでしょう。
で結局、まあ、こんなこと書いてるんですけど、一言で言うと、まあ、どれくらいの長さが許されるのかというのは厳密な規則定められないんですよ、ね、何が良くていけないのかっていう、まあ、ここはね、音楽理論が理論という言葉が実はそんなに合ってないっていうところの一つだったりするわけですけど、まあ、分かるのはね、この接近するを狭いように目立てますよと、ながらもやっていうことくらいですよっていうことで、結局のところいいと思ったもんがいいんですよみたいな、そういうね、音楽理論がよくたまにある、そういうタイプの、ね、感覚が良ければ全てよしみたいな、そういうタイプの問題だったりもします。で、セーブが不調とされると今日の問題はどん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 複雑になっていくってことで、もうね、どうしようとという話なんですが、この次でその解決案が、それが、コルサコフの言葉を見ていきましょう。さて、以上のことは確かに問題ですが、オーケストラの場合には非常に良い解決策があります。解決策があるんだそうです。そう、音色の多様性の活用です。和声国歌を演奏する楽器とメロディを演奏する楽器の音色に違いがあればあるほど、和声音が不協和音としてぶつからなくなります。この効果が見られる最もいい例として、歌声とオーケストラの組み合わせがあります。また弦、木管、発弦、打楽器のペアも良好です。一方、木管と金管の音色差はこのようなぶつかりを回避するのには不十分です。したがって木管と金管によるペアの場合には、和声骨格の方をメロディーとオクターブずらすのが普通で、また音量としてはメロディーより控えめにします。で、和声骨格は装飾的な動きを伴うこともあります。このような場合、同時に低メロディーの動きに縛られる自由に動いた方がいいでしょうとかね、単純に動きのない和声骨格、例えば手話音や現代の和音骨格に対して全くキャラクターの異なる和音を重ねることもできます。はい、これがね、面白い解決策ですね。性骨格を違いがあるほど、元の入れは歌とオーケストラです。で、また弦木管発弦打楽器の木管と金管の直差はこのようなぶつかりを回避するのに不十分。で、この場合は和声骨格の方を1オクターブずらして、まあ、1オクターブですね、ずらして音量としても
は控えにしましょう。で、小技としては正骨格が例なので本庄ちょっとちっちゃくしておきましょう。ちっちゃくしすぎたか。単純で OK。 単純で OK の前は正骨格に対して全くキャラクターの異なるワンを完成。こんなこともできますよと。金時計のやつなんかすごいことが書いてありますね。造語のアルペジオによる骨格の上に現ナノの輪を乗せるっていうことで、現代のこのポピュラー和声で言ったらこれは何のコードになるんですかね。造語のアルペジオ、しかも造語のアルペジオって多分オーキュメントコードって意味じゃないですよね。ちょっと後でこれは見てみましょう。気になりますか。はい、ではちょっと内容を読み返していきましょう。まあ、結局こうなんじゃかんじゃ問題がいっぱいある非和声音とね、メロディーのお話ですが、もうオーケストラというものにおける最大の解決策、それは音色の多様性を活用することですと。まあ、ピアノとかね、同じ音だけしか使わないっていうタイプのところだと、こうどうしても気になってしょうがない非和声音とかね、いわゆる不協和音ですが、音色の多様性を活用することで回避することが可能ですよと。それはどういうことかっていうと、まあ、とにかくこの、ね、和声骨格を演奏する楽器と、まあ、メロディーを演奏する楽器の音色が違えば違うほど非和声音が不協和音として気にならなくなるってことですね。まあ、あくまで非和声音は非和声音なんですけれど、それがねこうぶつからず気にならなくなりますよっていう、そういうお話ですね。まあ、現代でもね、いわゆるアボイドノートなんかを入れたとしても、まあ、気になる人はんってなるとは思うんですけど、まあ、正直そんなに気にならんなっていうことはね、起こりますよって話です。そして最もいい例っていうのが、オーケストラと歌の組み合わせですよっていうふうに、この作品は言っています。確かにそうだなって気がしますね。まあ、むしろ歌と綺麗にハモれる歌手の方っていうのは、それこそ、それはそれで技術のある方だと思うので、すごいと思います。で、最もいい例は歌とオーケストラの組み合わせ。で次に弦、木管、発弦、打楽器っていう、そういうペアを使うのも非常に良好ですよという一方で、皆さん大好き、まあ、皆さん大好きって勝手に僕は言ってるだけですが、吹奏楽ですね、木管と金管の音色差はこのようなぶつかりを回避するには不十分ですということなので、和声骨格の方をメロディーからね、オクターブずらしてあげて、音量も控えめにしてあげましょうという。まあ吹奏楽的には当たり前のことではあるんですけど、まあ、どういう、なぜそういうことになるのかっていうのは、ここにね、その元々の意図はこれですよってことは、ぜひ覚えておきましょう。なんか場合によっては、吹奏楽アレンジするときにわざわざ和声の、構成をね、単純化したりすることもあるらしいですね。本当かどうか知りませんけど。で、まあ、あとは下の方にね、和声骨格が装飾的な動きを伴ったりとか、あと、まあ、いわゆるスラッシュコードをのうち、あのオンコードではない方ですね、あの複数コードを同時に鳴らすみたいなことをオーケストラではね、もう平気でやることがありますよってことは覚えておいてもいいんじゃないでしょうか。はい、で次のお話、
2種類のメロディーがほとんど重なっているような場合には、つまり差が重なっているような場合、つまり2種類のメロディーが休符を挟んで切り替わる瞬間や片方が小さくなりながらもう片方が大きくなっていくようなフレーズでは、必然的に伴奏の方も異なる和音を同時に鳴らすようになるため、原的に複和音が生じることになります。しかしメロディの切り替えに合わせて伴奏の音色も同時に変えることで、聴感上はこの不協和音が気にならなくなります。でこれはつまり音の距離感が和声の聞こえ方に影響を与えるということですと書いてあるんですが、まあ、2つのメロディの入れ替え、まずメロディの入れ替えが何なのかって話ですけど、2種類のメロディーがほとんど重なっているような場合、メロディーっていうのが縦に3個並んでてちょっと気持ち悪いですね。片方小さくなりながらもう片方が、片方これは変えましょう。片方が伴奏の方も異なる音を同時に鳴らす。まあ、必然的に複和音が生じますよと。で、これに対して。メロディーの切り替えに合わせて聴感上は、うわすごい字ができましたね。これはつまり和音、という話で、まあ、2種類のメロディーがほとんど重なっている場合、まあ、具体的には2つのメロディーが休符を挟んで入れ替わる瞬間や型、まずこれは1個目の意味、多分でも個人的に関係あるのは2個目かなというような気はするんですが、では、まあ、伴奏の方も異なる和音を同時に鳴らすことになるって書いてあるんですけど、まあ、要するに、まあ、メロディー A、B があった時に A のメロディー用の伴奏と B のメロディー用の伴奏がこう同時に鳴る瞬間が出てくるわけですよね。っていうのが、まあ、この不協和音の原因になってしまうという話なんですけど、これ個人的な予想なんですけど、なんでこれが書いてるかっていうと、やっぱりこの本、まあ、最後第5章はそうなんですけど、オペラを意識してるからこのフレーズは出てくるのかなって気がしますね。まあ、オペラないし、交響詩なんかもね、こうストーリーテリングとかしていくにあたっては、例えば何でしょうね、言い合いの、オペラだったらこう言い合いをする場面とか、こう片方が言いまかされていく場面とか、少しずつ去っていく場面とかっていうのはまさに、あとなんか登場人物が入れ替わる場面なんかっていうのは、こういうのはやりがちなことなんじゃないかなと思うんですけど、そういう時にその片方の
登場人物に合わせた伴奏が当然なってて、で新しく入っていくないし退場していく方のね、もうフレーズに合わせた伴奏も同時になっているはずですってことを考えると、そういうわけでね、不協和音は当然生じるんですが、その時にもどうすればいいかっていうと、メロディーの切り替えに合わせて伴奏の音色も変えてやりましょうと、まあ、なので実質アンサンブルが2つなってるような、なんか木管アンサンブルと金管アンサンブルと、まあ、さっきの話だとちょっとあんまり良くないんですけど、まあ、例えば弦楽器のアンサンブルと金管楽器のアンサンブルが同時に演奏していて、まあ、耳はとても疲れますけど、まあ、そういうような状況を作り上げてあげれば、聴感上は不協和音は、ね、気にならないですよと、金管とも、弦楽器が、ね、こ う, うるさく別々になってるなみたいな、そういうな感じで、ね、こう捉えることができるんじゃないでしょうかという話ですね。でこれは詰まるところ音の距離感が合わせの聞こえ方に影響を与えてますよってコメントがされてますけど、まあ、結局のところ音色が違うから別々になってても別々に聞こえますよって、そういうお話ですね。まあ、なんだろう、ユニゾンをしてた時に音がうまく混ざり合わないっていう話、第3章で口酸っぱく言われてた和声の溶け合いとかっていう話があったと思うんですけど、その溶け合いの溶け合わなさの方を逆に利用してあげて、こう別々な、ね、音を鳴らしてあげるみたいな、そんなイメージでも間違いはないんじゃないかなっていうふうに僕は思います。で、今日の内容これで終わっちゃうんですが、結構大事なポイントが一番最後にあります。では今日の最後のお話です。不協和音や非和声音のうち何が許容されて何が良くないのかという問いに答えを出すのは作曲においても最も難しい問題の一つであると言えるでしょう。もっと細かくどのくらいの時間が流されるのかとなると、もう決まった答えは全く得られていません。この時芸術的な感覚に耳を貸すことなく、音色の異なっていさえいればいくらでも音がぶつかっていいなどと考えてしまえば、出来上がるのは耳障りな不協和音だらけの曲になってしまうでしょう。最近のいわゆるポストワーグナー派はこのような不協和音を積極的に使用する方向で新しい音楽を模索していますが、あのやり方には疑問を抱かざるを得ません。このような音楽は聴いていて不快なだけでなく、音楽的な感性をも殺してしまい、聴いては単独で聴いていて心地の良いものなら、それを2つ組み合わせたとしても必ずいいものになるという不自然な結論を招いてしまいますということで、まあ、このコメントには、ね、まあ、ノートを取る前に言いたいことがある方はいっぱいいっぱいいるんじゃないかなと思うんですが、ひとまずノートは取っていきましょう。僕が大事だと思ったのは最初の1行だけで、最初の1行というか2行ぐらいの部分だけです。後半に関してはまあまあちょっとね、いろいろ考えましょう。まあ、非和声音の問題について、不協和音のうち曲において最も難しい問題の一つ、まあ、どれくらいの時間なら許されるのか、答えはないでしょ。答えはない。答えは得られてる。ただしこの時に芸術的な、ね、感覚に耳を貸す、全く
序盤の点ではいくらでも音がぶつかっていたと考えてしまうのは、すごい言葉が出てますね。考えているわけではないですよ。こんなことをしてしまうと耳障りな不協和音だらけ。ちょっとね、今回はオリジナルの言葉をいっぱい、やってるんですが、まあ、ちょっと中盤のコルサコフの愚痴に関してはちょっとノートには書かないでおきましょう。なんかコルサコフの愚痴が出てくるのは第一章ぶりですね。はい。まあ、ちょっとその話は後でしましょう。まず大事なのは、不協和音や非和声音のうち何が許容されて何がダメなのっていうことを定義づけるのは作曲において最も難しい問題の一つですよ。どれくらいの時間なら許されるのかみたいな話になるともう答えはありませんっていうね。これは一つ大事なポイントだと思います。まあ、音楽理論、そのうち、なんだろうな、VTuber としてのコンテンツの一つとして音楽理論をね、講座するっていうのはなんか人気の音楽 VTuber に限らず YouTuber の方も含めてなんかかなり人気のコンテンツだと思うんですけど、まあ、個人的に思う音楽理論のねお話もちょっとしようかなとは思うんですけど、まあ独学なのでね、正しさとかっていう話よりも、まあ、正しさはもちろんないといけないですけど、ちょっとなんかあんまり他の人がしてないような話がしたいなっていう。例えばそのダイアトニックコードが何なのかっていう話とかは今更してもしょうがないと思う。音楽理論ってそもそも何が音楽理論ってみんな呼んでるのみたいな話とかって、そういうところからね、なんかそういうところを攻めるのがまだまだ、なんだろう、VTuber でやってる人はいないんじゃないんですかね。なんか音楽理、まあ、ちょっと話で脱線してますけど、なんか音楽理論って言葉を使った時に、なんかいろんな部分を指してる人がいるじゃないですか。多分クラシックとかやってる方は肌感覚で結構分かってるんじゃないかなって、僕は、まあ、そもそもこれ自体が僕の肌感覚ですけど、思ってるんじゃないかなって思って、音楽理論って言った時にコードの理論を話す人もいるし、コードの理論って言ってもポピュラー和声とこの芸大、いわゆる芸大和声みたいなクラシックの和声って違うじゃないですか。でそれをごっちゃにして捉えてる人もいるわけですよ。で音楽理論音楽理論って言った時にその和声の話をばっかり話をする人もいるんですけど、中には音楽理論って話をした時に楽天の話をしてる人もいるんですよね。で楽天の話をしてる人もいるけど、楽天を楽天として捉えてる人と音楽理論って言葉でふわっと捉えてる人がどっちもいるんですよ。でこれがなんかまたこう不幸な言い争いの原因になってたりすることも時々見かけ、本当になんかツイッターでとなんかこうなんかまたやってんなって感じで見かけるだけなんですけど、見かけたりすることもあって、なんかそういうところって誰か解説動画上げてもいいんじゃないのって僕は思うんですけど、どうでしょうか。あとはなんかその新しい音楽理論っていうところ、なんか新なんちゃらかんちゃら理論みたいなのを提唱している方々のね知って、まあ、見かけたことがありますけど、何だっけ、まあ、トニックとドミナントとサブドミナントをもう少し細かく分けて、スケールにおける半音の取り扱いをね、その TDS の3つの拡張版でねできるようにしてあげることで、まあまさ今やまさにやってるのは非和声音をより取り扱いやすくするような音楽理論体系というものを作っている方もいらっしゃいますし、そういうところをこう解説する人がいてもいいんじゃないのって僕は思うんですが、どうでしょうか。っていうような話が何から出てきたのかちょっと僕も分かんなくなっちゃいましたけど、そうですね、不協和音とか非和声音が何が許されて何が許されるのかっていう話が、
そうそうそう、何を言おうとしたかというと、音楽理論って理論って言葉ついてて英語もセオリーなんですけど、そのサイエンティフィックな本来の意味のセオリーからは結構外れてるよねっていう話を僕はちょっとしたいんですよね。セオリーって言葉を使うのであれば、手順書通りに、必要なものを、整えれば誰がやっても同じ結果が得られるってものが、まあ、セオリー理論って言葉なんですけど、音楽って音楽理論って言葉、ね、ミュージカルセオリーって名前がついてるくせにそのセオリーじゃない部分がいくつかあるじゃないですか。っていうのの一つがまさにこの不協和音の問題ですよねって話が、したかっただけです。そのために3分くらい時間使っちゃったんですけど、まあ音楽理論って言いつつね、こうセオリーっぽくない本来の定義的な意味でのセオリーっていうものじゃないよねっていう部分がまさにこれだと思うんですけど、その上でですね、まあ、ここが音楽の面白いとこでもありかつ難しいとこなんですけど、ここで出てくるのが芸術的な感覚っていうね、良くも悪くも音楽らしい言葉ですね。この芸術的な感覚に耳を貸すことなく、音色が異なっていればいくらでも音がぶつかっていいと考えていいわけじゃないですよというのは、これは多分コルサコフの意見なんだと思いますが、現代だとどうかなと思う部分は僕は正直ありますね。なんかコルサコフとかあれじゃないですかね、ブラックアダーコードとか見たらなんかすごい怒りそうな気がしますけど、なんだこのワンオンはみたいな、ね、感じをなんか言いそうな感じはありますけどね、えどうでしょうか。まあ、でも何でしょうね、ブラックアダーコードみたいなやつでも、まあ、コルサコフもなんかここでコルサコフを批判してるのは、もうとりあえずいいもの同士をねこう組み合わせたらいいものになるじゃん、だから適当に使っていいよねみたいなことを言ってしまうっていう、なんかよく言われるのがあれ呼ばれる例として、なんかケーキとラーメンを一緒に食べたらどっちもそれぞれでは美味しいから一緒に食べても美味しいはずだよねっていうのは絶対におかしいよねっていうことが、なんか子供向けのなんか思考実験とか思考練習みたいな感じであるじゃないですか。いや多分それと同じことを言ってるわけですよね。なんか片方のどっちの和音もね、いい和音同士だから、さっき僕がちょっと例に挙げたんですけど、この切り替えとかの時に例えば弦楽器と金管楽器は全然音がね元々混ざり合わない楽器っていう風なので、第2章第3章で言われてたので、それを逆に利用してそれぞれねいい感じの音を出していればいくらぶつかってでもいいよねっていうような考え方をするのはそれはダメですよっていうのがコルサコフの言いたいことですね。なんですけど、ちょっと自分がさっき言った上でちょっと訂正しなきゃいけないなって思ったのは、ブラックアダーコードにコルサコフを発狂するんじゃないかみたいなことを言ったんですが、ただ現代の我々の感覚からすればあのコードってむちゃくちゃかっこいいコードに聞こえるわけじゃないですか。あとオーギュメントコードからの進行なんかもそうですけど、それはもう現代のコルサコフの時代から100年下った我々 のね、この芸術的な感覚の中でこれはいいコードだ、クールでなんつったの、まあ、クールなコードだっていうふうにね我々は捉えてるわけなので、そういうこと我々の、ね、時代からするとこのいいコードなんですよっていうふうに説明すれば多分コルサコフも納得してくれるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、っていうことが言いたかっただけです。なのでやっぱりね、芸術的な感覚は大事にしていきましょうねっていうお話がこの問題の結論なんだと思います。その芸術的な感覚が大事なんですよって話をするために、音楽理論って理論っぽくないよねっていう話がちょっとある。音楽理論って理論っていうくせに理論なんだ、セオリーっていう単語の語源からは外れてるよねって話を若干したっていう、そういう流れですね。はい、では本日の内容は以上となります。復習パートを見ていきましょう。復習パートっていうか振り返りをねまずしていきましょう。まずは和声の音域拡大と収束の話ということで、ほとんどの前上三世が助成するバスが加工するとかなんかここに書いてあるんですけども、要はこれはオーケストレーションというかもうただの和声課題の話ですね。ただその普通の和声課題とちょっと違うところは、これにあたって音量もピアノからオーケストにないし逆に、ね、変化させざるを得ない場合もあるわけです。っていうのは単純に音域の拡大に伴って声部を埋めていく、ね、必要があるからということで、これは第3部の話、まあ、まあここで生きてくる話になるんですけど、人が増えれば音はでかくなる。まあ、前回の話もちょっと感覚ぶってきますけど、
まあ、人を増やして音量を上げていくっていうのが、まあ、良くも悪くもここで働いてしまうという形になりますね。まあ、あとはそのボイシングがこう広くなっていくに従って聴覚上も音が大きくなるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。ごめんなさい、金管楽器なんかはそういう傾向が強いんじゃないかなって思うんですが、どうでしょうか。で、あとはね、この和声的に許される場合には中音域のセーブは保持するとか、弦のノワの保持は注意が必要ですよとか、どんどん噛んだんですけど、この辺もやっぱりオーケストレーションというよりかは、和声課題の内容に近いんじゃないかなっていうような気がします。大事なのはこの辺ですね。で、その上、ま、で、和声の拡大と収束の話はこれでおしまいです。ページとしては結構長かったんです。あとあれですね、本当は楽譜のね、例が見れたらよかったんですけど、ちょっとここは見れなかったのは、本当に割とかなり心残りです。なんとかしたい。で、ここからが今日のメインの話ですかね。メロディーと和声外音っていうことで、メロディーがこう和声外音、装飾音を、ね、含んでいたり、和声外音と装飾音であるんですが、両方ですね。和声外音とか装飾音とかを含んでいる場合ですね。それがある程度の長さを持っているのであれば、そのメロディーの基本形、和声外音を含まない形で、こう和音側がね、重複をかけるっていうのは良くないですよと。ただ、オクターブをね、下げてあげるとかの工夫で回避することは可能です。だから、この回避っていうのはどういうことかっていうと、不協和音であると感じにくくしてるだけってことですね。で、まあ、なので結局のところ、そのテンポが遅ければ遅いほど不協和の感じはとっても気になるし、逆に速くなれば一瞬でこう駆け抜けていっちゃうので、そんなに不協和の感じは気にならなくなることもありますよ。で、まあ、不協和に関しては例えば、ね、音色によっても感じ方が変わることがありますよということで、例えばトランペットの単二度、ね、繰り返しになっちゃいますが、いわゆるクラクションの音なんかを鳴らすときには、むしろ効果的な部分ではあるんですけど、まあ、間違ってもね、こう和声を作ってる中で綺麗な和声を組もうとしてるのに、これをね登場させてしまうと、あーっていうことがね起こってしまうわけですね。え、じゃあその遅いほど不協和の感じが気にやすくて速くなるほど薄れるとは言うけれど、じゃあどんくらい遅ければいいの、どんくらい速ければいいのっていう話なわけですが、結局どれくらいの長さが許容されるのかというのは厳密な規則は定められません。分かることは、まあ、線音は接近する飛和線音よりも目立ってね聞こえますよっていうことくらいです。でさらに長部が、長部じゃねえや、声部がね、まあ、重複されるっていうか、要はどんどん増えていくと、その分、ね、不協和の問題っていうのはどん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 スパゲッティ化していきますよっていう話で、まあ、増えた声部をね増やしてなければ、もしかしたらメロディーと和声の方はねこうぶつかってなかったかもしれないけど、まあ、例えばなんかそう三声のテノールとかを増やしてしまったせいで、テノールを上側に増やしてしまったせいでメロディーとぶつかるようになりましたとかね。あと、ここの部分はテノールとぶつかってないんだけど、メロディーが動いていったらこうあるとぶつかっちゃったよみたいなこととかも全然起こると思うので、もう、うわーって感じですね。で、それに対する解決策として、オーケストラの音色の多様性を活用するというものが挙げられます。要するに、和声骨格を演奏する楽器とメロディーを演奏する楽器の音色に違いがあればあるほど、非和声音が不協和音としてぶつからなくなりますよっていう、まあ、オーケストラの音資源っていう言い方をコルサコフは一章で知ってましたけども、それを存分に活用していきましょうという話です。最もいい例としては、歌とオーケストラを組み合わせることですね。ただまあ、二律背反じゃないですけど、これ裏を返すと、もし、例えば歌とオーケストラを完璧な和音として溶け合わせるのは難しいよっていうことにもつながるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。まあ、要するに、第三章の逆にあたる部分がこの内容とも言えなくもないんじゃないかなっていうふうな気がしますね。で、まあ、あとは弦、木管、発弦、打楽器のペアなんかも良好ですよってあるんですが、まあ、必ずしも第三章の逆と言い切れないのはここの、楽器群ですね。弦と木管、溶け合いは悪くないんですけど、まあ、音色は違いますよっていうふうには言われていたので、まあ、そこはちょっと取り扱いが難しいところですね。溶け合いは悪くないかもしれないですが、まあ、音色としては違う楽器なので、こういうふうに、ね、メロディーと和声で別々に使ってあげるっていうことができる
っていうのをぜひ覚えておいてもいいんじゃないでしょうか。あとあれか、エコーの話の時にも出てきましたね。弦と木管の音色は結構違うので、エコーのところではね、ちょっと使いにくいですよって話があったと思うんですけど、ここの部分はまさにそっち側の取り扱いかなって気がします。逆に金管と木管の話ですね。音色差はこのようなぶつかりを回避するのに不十分ですよということで、吹奏楽の楽器っていうのは、もうぶつかるぞと。声がね。なので気をつけなければいけません。逆に言うと、まあ、和声として組みやすいっていう風に捉えることもできるんじゃないでしょうか。なんですが、まあ、今回のこのメロディーと和声っていう風にこうキャラクターを分けたい時においてはそれはデメリットとして働きます。その場合は和声骨格の方をメロディーとオクターブずらして音量も控えめにしてあげましょう。あとはなんかこういろんな工夫もありますよと。ね。ごめんなさい。メロディーを入れ替えるお話ですね。まあ、2種類のメロディーがほとんど重なっているような場合ってことで、例えば2つのフレーズ、メロディーが休符を挟んで入れ替わる瞬間とか、片方のフレーズが小さくなりながらもう片方が大きくなるようなフレーズにおいては、まあ、それぞれのフレーズに対して伴奏が当然ついているので、そのフレーズがオーバーラップするところで伴奏もオーバーラップしてしまうわけですね。で、そこのオーバーラップの部分で必然的に不協和音が生じてしまいますと。で個人的なコメントとしてはこれはおそらく交響詩だとか、オペレッタみたいなストーリーテリングを行う場合にこう場面展開っていうところでこういう演出をね盛り込むことはよくあると僕は思うんですけれど、そういうような、場面の展開ってところでこの技術をね使いたいって時に、まあ、伴奏どうしようっていう問題を解決するための、提案なのかなって思います。っていうのがメロディーの切り替えに合わせて伴奏の音色も変えてあげましょうと、まあ、まさにねあのオペラオペレッタでいうところではまさにもう場面転換ですね。もう伴奏ごと、まあ、背景ごと切り替えるみたいなそういうような状況です。でこうしてあげることで聴感上は不協和音が気にならなくはなりますよってことで、まあ、不協和音自体は存在してますなんですけど気にならなくなる、これが重要なポイントですね。でこの効果っていうのは、まあ、コメントの解説で言うと音の距離感が和声の聞こえ方、まあ、不協和音の気になり方に影響を与えているって話でした。でその問題に関するこの最後の、ね、まとめですが、じゃあ不協和音や非和声音のうち何が許されて何が良くないのかっていう話がねここまでいろいろ出てたんですけど、そもそもそれはどういうことなのか、何が良くて何が悪いのかと教えてくれよって思うのはまさに、まさになんです問いではあるんですけれども、これの問いに答えを出すのは作曲において最も難しい問題の一つだとコルサコフは言ってしまいます。でもうさらに言ったらどれくらいの時間なら許されるのかっていうね、ここで出てきた話ですね。厳密な規則は定められてないっていうふうに言ってるんですけども、コルサコフはそもそも答えは得られてませんよとまで言ってしまっています。実際そうだと思いますね。なんだろう、まあさっきのね音楽理論がセオリーがセオリーっぽくないっていう話に戻るのであれば、もし音楽理論がセオリーっていう言葉で厳密に定義されるのであれば、例えばテンポ88は OK だけどテンポ89は NG ですっていうことを科学的にサイエンティフィックに実験とかだと数学を駆使して証明しなきゃいけないんですよ。でもそれってまあ音楽も科学ここで言う科学はサイエンスなんですね。やってる方も分かると思うんですけど、それはナンセンスもいいところだと思いますね。っていうのも言うまでもないでしょう。曲調によっても変わっちゃうし、なんだろう、聞く人によっても、一番やばいのは聞く人によって変わっちゃうってこと。そこが一番ミュージカルセオリーのセオリーでないところなんですけど、変わってしまうので、結局まあこれ答えは永遠に出ないんじゃないかなっていうような気はしますね。で、それで、まあ、ちょっと話は戻ってしまうんですけど、まあ、聞く日によって変わってしまうっていうのが音楽の、まあ、面白いところでもあるわけですけど、そこで大事なのがこの芸術的な感覚っていうふうにコルサコフが言ってる。この芸術的な感覚に耳を貸すことなくっていうのは、まあ、ダメなことですよってことなんですけど、逆に言うとこういうねメロディーの切り替えとかに合わせて気にならなくなるっていう部分はまさに芸術的な耳っていうところになりますよね。この感覚に耳を貸さないで音色が異なっていればいくらでも音がぶつかってでもいいみたいに考えてしまうのはダメですよっていうふうにコルサコフは言ってます。逆を言えば芸術的な感覚にもう身を委ねて、この音は不協和音だけどかっこいい綺麗だっていうふうに思うのであればそれは OK ってことになりますね。
で、まあ、これでね全く耳を貸すことなくっていう風な曲の作り方をしてしまう場合、まあ、それこそ算数的な形で、まあ、A もいいもの B もいいものだから、そうペンパイナッポーアッポーペンですね、要は左手の、ね、ペンがペンとパイナップルを持ってて、で右側にパイナップルとペンがあるときにそれを合体させたらペンパイナッポーアッポーペンが完成するわけなんですけど、そういうことになりかねないので、ね、必ずいいもの同士はね、右と左にあるものをそのまま合体させてはいいわけではないですよっていう、あくまでも芸術的な感覚はこういうとこで使っていきましょうっていうのがコルサコフの、まあ、言いたいことなんじゃないかなと思います。まあ、それにあたってなんかワーグナー、ポストワーグナーのことをむちゃくちゃに言っているんですけど、そこに関してはちょっとね、割愛をさせていただこうかなと思います。ちなみに、まあ、一応復習ですが、第1章でコルサコフがこの本に書いてた愚痴は、音色っていうものは基本的には単独の楽器で使うのが最もいいものであるっていうのがコルサコフの主張であり、この本の大前提の一つです。まあ、一番その表現力が出せるのはソロで、場合によってどんどん楽器を増やしていきましょうというのがもうコルサコフの基本的な考え方なんですけど、そのコルサコフの時代に、今から100年前でも、その何だろう、木管楽器とか特にですけど、その弦楽器とかをね増やしていって迫力を増すためにどんどんオーケストラの中の人の人数が増えていってると、ね、でパワーを出すためだけに木管楽器を、ファーストの例えばフルートとかね、同じ楽譜を演奏する人を2人3人に増やしていくのは、もう、ね、本当に良くないことだと、なんならコルサコフ的には規制を設けたいとまで、ね、本の中に書いてたんですけど、まあ、そういうようなね感覚もコルサコフの芸術的な感覚からすると、まあ、良くないことに聞こえるんですけど、我々の時代からすればね、なんならあれですもんね、QLSO のパッチなんかはね、ファーストバイオリン18人いますからね、もうコルサコフからしたらそんな人数のバイオリンを置いてどうするんだと、木管楽器何人置くつもりなんだお前はって、そんなことしたら木管楽器の演奏がこう自由度がどんどん減ってしまうじゃないか、いくらパワーが欲しいからってそんなことをしていいと思ってるのかっていうふうに言われるんじゃないかなって僕は思うんですけど、そこはねこう100年間芸術的な感覚の違いですよっていうふうに言ってあげれば、コルサコフも納得してくれるんじゃないかなと思います。もしかしたらいやーでもなーっていうふうに言われちゃうかもしれないですけどね。というところで本日のお話は以上となります。不協和の話でしたね今日は。まあそれだけで今回の話は終わってしまうんですが、まあ、今回の話はこう 前回の部分がもうよく当たり前に使われている部分で、技法としてそのまんま使えるし、なんか覚えてないともうはって言われてしまうような技術だったのに対して、今日の話っていうのはかなりこう自分の感覚に身を委ねる、まあ、まさに技術力的な部分が、技術力とも言えるし、ある種個性とも言える部分が大事なパートだったのかなっていうような気がしますね。まあ、両方組み合わせてこそのオーケストレーションなので、というか音楽がまさにそんな感じですもん。全てが、まあ、今日のポイントはね、本当にミュージカルセオリーのセオリーの部分がね、全然セオリーじゃないよっていうことを僕は主張したいんだよなっていうふうに言ってはいたんですけど、そこの最たる部分の一つだったんじゃないかなって気がします。ね、前回の話はまさにセオリティカルで、まあ、誰がやっても同じような効果が得られるものですが、今回はセオリーと言いつつ感覚に身を委ねて、こういいと思えるものを主張していく、でそのためにどう不協和音を扱っていくのかっていうような、そんなお話だったんじゃないかなって思う、まあね、個性が出るところなのでぜひぜひ頑張っていきたいところですね。というところで今回のお話はおしまい。次回は来週の土曜日の13時からの予定です。なんとですね、今のところの予定だと来週の土日で管弦楽法の基本のシリーズが終わってしまいます。なんてこった。ね、長かったようで、実は5月の末くらいから始めてるので半年かかっちゃったかなっていう感じなんですけれど、そのシリーズもついに終わりが見えてまいりました。次回は、人為的な装飾効果と、まあ、打楽器の使用っていう話
で、多分日曜日が音色の節約っていう話をしておしまいになるかなっていうところですね。それかもしくはね、その土曜日の段階で、この3つ残りの部分、どっちかというと打楽器に焦点をこう当てた話が続くんですけど、その打楽器に焦点を当てたお話を全部終わりにして、でもちろん、最後のやつもね、復習パートだけをやらないと締まりがないので、復習パートをやるのがいいかなと思ってます。あとはもう一つ考えているのは、復習パートをやった後に番外編として、初めてね、あらかじめまとめた教科ノートを作ってきて、第5章第6章の話を、30分くらいでざっと流すような回があってもいいのかなというふうに思ってますっていうようなところですかね。ひとまずは目の前に見えてきたゴールテープを切るところから進めていきましょう。それでは、本日も1時間半ですね、お疲れ様でした。また次回の放送でお会いいたしましょう。バイバイ。